お願いします。相手は私こいつらより強いからの人ですね。本当に強いんでしょうか。さあその強さ見せてもらおうじゃないかということで、これは右試験対左試験の戦いなんですけど、私は左試験の方が強いと思ってるんですけど、随分と早い押しかけのようで、これは取って、なんかちょっと早すぎませんかこれ。どうしようかな、受けちゃおうかな。なんかこういうの嫌いなんだけど、こういう早いの、これ取って、なんかね、あ、でも取るか。気合から言って、もうこちらの方が王様が安全地帯に行ってるので、2分30秒。角も取って、しかしここだけで嫌なんだよね。どうしようかな。そう。こっちから、あ、王手かけて4六角成り、なでもなんか変だけどね。まあでも相手もね、飛車角の打ち込む場所が難しいと思いますけど、あ、でも6六角とかあんのか。ちょっと、しかしこれ、ここやったら、あ、構わず5七、あ、これは OK なと。今5七桂ならずが怖かったなぁ。構わず5七桂ならずで、この銀取っても金取られて、ちょっとなんか、とね、あ、飛車打ちですか。美濃囲い完成かな。いやーこういう大乱戦好きじゃないんですよね。やっぱりね、整然としたこう秩序と整った将棋の方が好きなので、あ、強者ですか。2分、馬引いてるのか。桂も跳ねるとしか、まあ、いっぱい馬引きますか。まあ、銀、え、あ、そっか、銀切りにならないのか。まあ、これ、同成り強とするんですかね。まあ、同飛車成りもあるんですけど、まあ、一応、角打ちがあるので、まあ、そっちですか。まあ。まあ、もう一回角を打って、銀が逃げて強者取っとく。まあ、この成り強がね、あまりいい形じゃないので、成香を使えないですよね、これね。成香を寄っても意味がないので、あ、でもな、あのね、寄って同金が飛車に当たるもんね。まあ、相手もだんだんと整った形になってきてますけど、でも、こちらの方がまだいいんじゃないかな。相手の成香がね、やっぱり、おー、桂馬ですか。なかなか悩ましい手を指してきますね。強者で受けるか。こういう交換どっち得してんでしょうかね。この桂馬が働く展開になると、まあ大体働いた方が得というかね。1分30秒。まあしかし働く、なんかさ、皆様、働くとはどういうことか。働くというのは、旗を楽にするということ。つまり、人々のために尽くし、皆様を楽にさせる、それが働くということなんですとかさ、言う人いるんだけど、いやいやいや、旗を楽にするのはいいんだけど、自分は楽にならなくていいんですかって、自分は苦労してもいいんですかってね、なんかその、働くとは、旗を楽にするとかいう、なんかそういう言い方ってなんかさ、これ、露骨に角狙っちゃうか。ああ、この金が取られるってことか。まあいいや。筋悪いけど止めるか。やだね、これ。まあいいや、戻るわ。まあ、角切ってくるんでしょうけど、同金同流で。桂馬跳ねてもいないか。まあいいや、普通に取るか。いや、あのさ、そういうさ、言い方ってさ、働くとは旗を楽にするとか言う人いるんだけど、それってさ、なんかその、ブラック企業の経営者にとって、なんかこう、ありがたい思想っていうんですかね。なんかその、旗を楽にするためにお前苦労しろみたいなさ、あ、これ、まずいな、これ。起きるか。あれ、ちょっと待って、まずい。ちょっと待って、時間がないじゃん。ちょっと待って、これまずいね、これ。
いや、この金がひどいな形として、あ、これもう銀で受けるしかないか。もう桂馬打たれるとまずいですからね。これまずいね。あ、まずい。どうしよう。使おう。筋悪いな。30秒。金打つか。待って、自分の方が時間で勝ってると思ったらさ、あ、ちょっと待って、なんかおかしい、これ。なんかおかしい。なんかおかしい。なんかおかしいね。ちょっと待って、これおかしいな。ちょっと時間考えて、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 考えて。よく考えよう、よく考えよう。これを取る。よく考えて、よく考えて。20秒。よく考えよう。よく考えて指しましょうね。将棋というものはよく考えて、よく考えて指すことが大事だということは、あれ？ちょっとなんだよ。やっぱりね、将棋というのは、これも、いけるか。さあ、飛車逃げてください。そして、桂馬。10秒。あー、時間ない。時間がなくて取って、あー、もう桂馬で取ればよかったやん。桂馬で取ればよかったものをさ。いや、俺、相手も焦ってますね。あー、あ、負けか。勝ったか？あ、時間切れ。え、な、はい、今日は2018年9月11日なんですが、今回はインターネットのニュース記事を紹介したいと思います。人身事故現場で笑いながら撮影、絶対にやめて、校内放送で注意。事故現場の撮影をやめてください。2018年9月10日朝、男性が列車の下敷きになる事故が発生した JR 八王子駅で、こうしたアナウンスが校内に流れた。J キャストニュースの取材に現場に居合わせた乗客の一人が確かに聞きましたと認めた。ツイッターに寄せられた報告によれば、事故の現場をホーム上から撮影する複数の乗客がいたという。まあ、ちょっと記事全文は映しませんが、9月10日の事故は朝7時55分頃発生。中央線快速のホームで男性が列車の下敷きとなった。報道によれば、引かれた男性は足などに怪我を負ったとみられ、病院に搬送された。この事故の影響で、中央線快速は上下線とも1時間近く運転を見合わせた。こうした事故の発生直後、八王子駅にいたツイッターユーザーが、駅員さんが写真を撮るなと言ってるにもかかわらず、見せ物にしたいのか笑いながら撮る人を数人見かけました。と報告したのだ。救急隊員の方が血まみれになりながらも頑張ってらっしゃるのに、それを取るのは許せないですと訴えていてる。アナウンスの具体的な内容は、動画や写真を撮っている方がいますが、そのような行為は絶対におやめくださいという言葉だった。また駅員が強い口調で、撮影はやめてくださいと注意する放送もあった。JR 東日本八王子支社の担当者は、J キャストニュースの取材に対し、撮影を控えるような放送があったことは確認できないとした上で、そうしたアナウンスをするよう指導しているわけではなりませんが、現場の社員の判断で行うことはあるでしょう。やはり事故に遭われた方のご心情もありますし、常識的に考えてそうした注意をせざるを得ない状況もあると思いますと話していったというニュース記事なんですが、皆さんどう思いましたか？いやー、ちょっと堅苦しい話をすれば、駅の構内っていうのは、JR 東日本の私有地なので、撮影お断りといえば、撮影やめなければいけないっていうのは、JR 東日本の施設管理権っていうふうに説明はできるんですよ。たださ、JR 東日本に管理権のある駅の構内といっても、やっぱり公共性の高い場所なんですよ。やっぱり個人の家とは違いますよね。つまりね、その、見知らぬ人が私の家にやってきて、そのカメラで撮影しながら、ケンコン、あ、アルキベさんこんにちは。ちょっと今日お話伺いたくて来ました。撮影中ですってさ。いや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 、何さ、アポなしで来てんの？で、しかもなんで勝手に撮影してんのってね。なんで私の顔を勝手に撮影してんの？どうする気なんだよってね。ねえ、ここは私の家なんだから、私に、管理権があります。だから、勝手に来ないでください。撮影もやめてください。いや、これわかるんだけど、でも、駅の中っていうのはさ、その、法律上、私有地でもやっぱり公共の場所なので、
その公共の場所で起こった事故を記録したいって思うのは自然なことだと思う。いや、それ非常識ですよ。非常識だし不謹慎かもしれないけど、それをやめてくださいってアナウンスをするのはちょっとやりすぎなんじゃないかな。それはさ、個人個人の倫理観というか正義観というか、それに従うしかない。だって別にさ、その人に暴力振るってるわけではないですからね。いや、その事故に遭った人の写真や動画を撮影して、それを大っぴらに公開したら話は別ですよ。あ、この人八王子市なんちゃらに住んでる〇〇さんじゃん。〇〇さん八王子駅で事故に遭ったんだってさ、そういう風に公開してしまうのは、やっぱりプライバシー保護って意味でちょっとまずいとは思いますけど、ただ撮影するだけで、それを咎めるっていうのは、どうなのかな。いや、その事故現場を撮影することがお行儀がいいとは言ってないですよ。お行儀は悪いかもしれないけど、それを咎めるっていうのはちょっとなんかその、まあ、窮屈な世の中というか、なんて言うんですかね。いや、わかりますよ。人身事故現場で、うわぁ、事故が起きた、珍しいから撮影しちゃえって、興味半分で、撮影するっていうのは、なんとなく気分が悪いってわかるよ。わかるんですけど、いや、確かにね、倫理的に問題あるかもしれませんよ。問題あるかもしれませんけど、じゃあ、その問題あることを、やめさせようとすることは問題がないのかって言ったら、それはまた別問題でさ、まあ、例えば、歩きスマホの問題ってあるじゃないですか。特に駅の中で、歩きスマホをする人がいて、危ないからやめてくださいって言いますよね。いや、そうなんですよ。歩きスマホをすることによって、人とぶつかって、こういう人身事故につながってしまうってこともあり得るので、歩きスマホは良くないんだけども、じゃあ、歩きスマホをする人に対して、法律で規制しましょうと。歩きスマホをする人は、罰金100万円っていう風に法律で決めたらどうですかね。だって歩きスマホは悪いことなんだから、悪いことする人を処罰するのは当たり前っていう理屈だったらそれはありになっちゃうんだけど、でもさ、そのお行儀の悪さと、それに対する罰のバランスが悪いですよね。だこの事故現場で笑いながら撮影も、お行儀は悪いんだけど、別に実害はないんですよ。公開しなければ。ただ自分の趣味で、事故現場を写真撮るのが好きなんです。そういう趣味なんですって言ってさ、普通に自分の家の壁にさ、事故現場の写真をこう、飾ってたら、趣味悪いなと思うけど、別にその、それだけでは別に人にね、危害加えてるわけじゃないので、別にそれはいいんですよ。いいんだけど、でもその、お行儀の悪さに対して、なんかやめてくださいってさ、注意するのはさ、なんかそれって、なんか、なんていうのかな、なんか常識を押し付けてるっていうのかな、なんか自分たちにとっての倫理観を押し付けてるっていうかさ、いやいや別に罰してるわけじゃないんだけど、なんかね、こういうのって私賛成できないんですよね。